ブンのお弁当とか食材を食べながら食レポしていきます。イエーイ。今日ね、私が買ったのはね、豚キムチ丼。キリリーン。こんな感じ。見える？こんな感じです。まだあるのよ。鶏、じゃがじゃーん、鶏もも。最後、プリン。ホイップクリームのミルクプリンです。じゃがキムチから食べていきたいと思います。イエーイ。じゃん、ご飯下見える？落とすよ。いっちゃって。イエーイ、トロトロだね。朝何だったの？お団子1個。こしあん団子。いただきます。見た目がね、すごい高カロリー。そう、うまい。どんな味がする？普通の豚キムチなんだけど、チーズ入れたらね、ちょっとね、まろやかになるよ。誰もが想像する味って感じ。美味しいです。でもね、そんな辛くもない。味の変化とかある？特にないかな。暑さに慣れてくるぐらいかな。お米はどう？セブンイレブンのお米は。多分ね、喉に引っかからないぐらい柔らかいです。恥ずかしいね。恥ずかしい。だって需要ないんだもん。見方によってはさ、例えばモデルとか女優さんがなんかテレビでさ、美味しいご飯食べてて、これめっちゃ美味しいって言ってなんか食べたくなんない？なる。一緒って。これを見てみんな食べたくなるよ。CM 来るかな。そう、そう、それは分からんけど、リカコもさ、なんか作って食べてもらったら嬉しいでしょ。あ、嬉しい、うん、食べる姿ってみんなの好きなわけよ、うん、じゃあこの動画をね、おかずにしてもらってたくさんご飯食べてもらおう。意味深だね。お、来たんじゃない。快適イーティングタイム。最近ね、ハマってるのはそうめん湯がくじゃない。ひき肉を甘辛炒めして、それを乗っけて卵の黄身を落とす。めっちゃうまいから、ほんとに。完成じゃないし、完食。完成。完食だった。引き取りいただきます。そうそう、これ中にね、クリームとプリンの間にカラメルがサンドイッチされてます。ごちそうさまでした。今日の感想は、可もなく不可もなく。まあ、食レポは厳しいかなんか珍しい食べ物とかだったらいけるんじゃない？まあまあ、向き不向きってあるもんね。向き不向きっていうか、まあ興味ないってことよね。興味はないね。